皆さんこんにちは、管理栄養士の永吉久美子です。今日も簡単おいしい栄養丸のホッケとバランスクッキング始めていきます。今日のクッキングは番外編ということで、みんな大好きカルディで本当に使える食材ベスト5をご紹介していきたいと思います。カルディは意外とどの駅ビルとかにもあったり、あとはテレビで取り上げられることとかも多くて話題になることも多いと思います。たくさんある食材の中で本当に簡単に美味しく栄養丸な料理を作るために必要なのは何の食材なのか、私がよく使う5つを厳選してご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。それでは今日のクッキング、今日の動画ですね、今日の動画スタートです。第5位はこちら、プロシュート切り落とし 30g です。こちらの生ハムは日本で作られている生ハムとはちょっと違って、本当に加熱をしていない非加熱タイプのものになりますので、肉の旨味が存分に味わうことができます。原材料も豚肉とお塩だけですごくシンプルです。生ハムってちょっとだけ欲しいなっていう時があるかなと思うんですけれども、こちらはこれ 30g ということで、1人とか2人暮らしの方でも食べきりサイズ、美味しいものがちょっとだけ欲しい時におすすめです。第4位はこちら、デカセールメープルシロップのベリーダークです。カルディにはたくさんのメープルシロップが売っていると思うんですけれども、通常皆さんがよく見られるのがアンバーというものになります。このベリーダークはアンバーよりも採取する時期が遅く、一番遅い熟成されたところから採取されるメープルシロップになるので、コクや風味が深くてとっても美味しいです。ちなみにこちらがアンバーとの比較、左側がアンバーで右側がダークです。ダークの方が色が濃いことがわかります。私はよくヨーグルトとかにかけて食べることが多いので、コクがあった方がより酸味のあるヨーグルトと合うので、このベリーダークをよく購入しています。お店の方によるとアンバーよりもベリーダークの方が品切れをしてしまう確率が高いこともあるらしいので、見つけた方はぜひチェックしてみてください。第3位はこちら、カットドライフルーツイチジクです。カルディにはドライフルーツがたくさんあるんですけれども、その中でもイチジクは皆さんに不足しがちな食物繊維が豊富に含まれています。ただ1個のドライフルーツのイチジクだと大きくて硬くて食べづらいので、このようにカットされてあって手軽に食べることができるこのカットイチジクはすごくおすすめです。そのまま食べることはもちろん、私はヨーグルトに入れたりとか、そのままだとちょっと硬いので細かく刻んでサラダに乗せたりして食べています。そして第2位がこちら、メガシェフオイスターソースです。オイスターソースのレシピはこちらで大人気の鶏肉とブロッコリーのオイスターソース炒めのような炒め物で使ったりだとか、あとはこちらも大人気の豚バラ大根の中に少し入れてコク出しで使ったりすることが多いんですけれども、普通の中国産のオイスターソースだとちょっと濃厚すぎて入れすぎた時に味がくどくなりすぎてしまうことがあるんですね。ただこちらのメガシェフのオイスターソースはそれよりもさらっとしているので、ちょっと入れすぎちゃっても安心なのと、とっても親しみやすくて使いやすい味付けになっていると思います。原材料も牡蠣とお砂糖と塩とコーンスターチだけなので、さらっ
ているんですけれども、柿の旨味は存分に味わうことができて、お料理にコク出しするのにぴったりです。ぜひチェックしてみてください。そして第1位はこちら、ハリッサです。こちらをご覧の皆さんにはまたかっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、本当にレパートリーをアップするのにおすすめの調味料です。ハリッサは地中海生まれの調味料で、パプリカを中心としたものだということは以前ご紹介したんですけれども、カルディさんのハリッサはオリジナルらしくてですね、そこまで辛みは強くないんですけれども、コリアンダーなどの香辛料の香りがとっても本格的。ご紹介したレシピのようにトマトを使った煮込み料理に入れるのが特におすすめで、一つ入れるだけでもう香りも味もグレードアップするので、ぜひやってみてください。その他の使い方としては餃子のタレにかけたりとか、とドレッシングに使っても美味しいようなので、また新しいレシピもこちらのチャンネルで公開したいと思います。本当に使えるカルディおすすめ食材ベスト5以上になります。またこちらの食材ご紹介シリーズ好評であればやっていきたいなと思っているので、ここのお店の食材で使えるものは何かありませんかなどの質問があれば、どしどしコメント欄にコメントいただけると嬉しいです。それでは